それでは俳句の、紹介を始めたいと思います。で、今回初めてなので、会社の概要とですね、製品の概要、これについてお話ししたいと思います。で、私俳句で技術を担当しております、吉田幸春と申します。よろしくお願いいたします。で、今日のアジェンダ、会社紹介ですね。これの後に、製品の概要、これをお話しさせていただきます。オンプレミスのバックアップ。次にですね、俳句がこうバンドルされている、ニュータイプスマインといった製品に触れさせていただいて、最後でこうまとめとにさせていただきます。で、まず俳句ですが、これ、日本の俳句、五七五の俳句ですね。ここから名前を付けております。短い詩の中でも心象を伝えられるようにといったところでですね、この俳句という会社も容易な操作、構築の中で お客様にこう最適なこうデータ保護環境を提供できるようにといった思いをこう込めております。で、本社はアメリカのこうボストンにございまして、俳句という会社自身は大体3年ぐらいの歴史なんですけども、以前コムトレードという会社を含めるとですね、こう25年以上歴史があります。このタベンダーさんですね、他のバックアップベンダーさんの開発受けっていうのをやってた歴史がありますので、大小合わせてそうですね、15から20製品ぐらいのこう製品をこう開発しておりました。ですので、この業界に対してかなり精通したメンバーが揃っていると思ってたので結構です。で、ビジネスを進める上でニュータイクスさんとか Google さんとか、こうマイクロソフトさんと戦略パートナーっていうのをこう結ばさせていただいて、日本においてはですね、大坊情報システム様とディストリビューター契約を施行しております。で、大坊様はですね、日本語の保守サービス、これも提供いただいております。で、なぜ俳句なのかといったところなんですけども、オンプレミスでニュータニクス環境をこう使っていった場合においてですね、ニュータニクスとのこうベストなこのアライメント、これはできているというところです。ニュータイクス自身データ保護の機能があるんですが、やっぱり要件によってちょっと足りないなっていうのが出てきます。そこを保管するのが俳句の役割ですし、ニュータイクスをこう管理する方、バックアップの担当者じゃなくて、管理する方にこうバックアップをやっていただけるような操作性っていうのをご提供できると。あとやっぱり業種業界規模問わずやっぱりご提供できるっていうのも俳句の一つの特徴かというのも言います。で、製品の特徴、これグローバルでも使っているスライドです。シンプルで早いんだって言ったところをこう伝えたいといったスライドでございます。まずあるのが、この製品ですね、インストールって言ってもは特になくてですね、Linux、CentOS をベースに俳句ソフトウェアをこう構築して、で、プリパッケージしてですね、それをイメージとしてお客様に配布するようなやり方です。なので、お客様はこう展開って言った作業が、発生するのかなと。で、この展開作業はですね、大体3分ぐらいで終わります。もう本当にイメージをダウンロードして仮想環境に乗っけるだけといった感じです。すごく早いです。で、新しいバージョンが出てくればですね、新しいイメージをこうダウンロードいただいて、そっちにこう乗り換えるっていうことをやるので、これもリスクなくすぐできます。大体5分ですかね、これで完了するので、このあたりの素早さっていうのが一つの大きな特徴だというふうに思います。あと製品画面ですね。これ Web の UI になってます。で、プリズムを使っている方であれば、もう違和感なく、もうそのまま使えます。あと、バックアップもですね、もうジョブというよりも、もう昨今流行りのこうポリシーベースになってます。取る頻度、保持期間、で、戻すにかかる時間設定等々とかですね、もうルールとして作って、あと保護対象に割り当てるだけといった感じでございます。で、操作自身はすごく簡単なんですけども、裏にはですね、やっぱりすごく優れた機能があります。ニュータイクスとこ うまく連携する、API をこ うまく叩けるとかですね、あと高速処理できるような仕組みが入っています。加えて、やっぱり仮想マシンの中でアプリケーションを動いておりますし、お客様からするとですね、このアプリケーション保護ってすごく重要ですので、このアプリケーションをこ うまく認識して保護できる仕組みが早くにあります。で、一つの特徴なんですが、俳句はですね、エージェントなしでこのアプリケーション保護ができるようになっています。これ特許取得済みの俳句の大きな技術というようなところでございます。で、取得したバックアップデータからですね、やっぱり復元する場合は仮想マシンをまるっと戻す。これをできるんですが、ファイルフォルダーだけを抜き取ったり、アプリケーションのアイテムだけを復元したり、これできます。
あとあのニュータックス のスナップショットをうまく活用できるので、スナップショットからのこう高速復元っていうのもやったりですね、あとは IT の担当者というよりも、まあ、各部署の担当者にこう権限を上げてですね、バックアップや復元をもう自身でやっていただくんだっていうのであれば、それを実現するセルフサービスの機能も、ハイクの中には組み込んでおります。あとですね、ニュータックスの中心としたデータ保護環境っていうのもハイク自身目指してます。このハイクの実態はですね、まあ、仮想アプライアンスです。まあ、ハイパーバイザーのように動いているような形ですね。で、バックアップデータは外部のストレージに保存します。まあ、ニュータックスのクラスターの中に貯めても全然いいんですけども、まあ、SMB、NFS、iSCSI プロトコルでつながるところにこうバックアップデータは貯めていきます。ハイクの内部には置かないと。で、もちろんクラウドにですね、直接バックアップしたいという方であればですね、直接バックアップ可能です。もしくは、一時バックアップをローカルに。で、アーカイブデータ、長期保管目的にクラウドに保存っていうのであれば、それも可能です。で、保護対象、まあ、ニュータックスの環境をこう、中心とするんですが、まあ、純粋にですね、VMA の環境とか、物理の Windows にも、対応しております。バックアップできます。加えてですね、まあ、ニュータックスファイルズ、まあ、ファイルサーバーですね、これのバックアップとか、ここに記載しているアプリケーションであれば AD、Exchange、MSSQL、Oracle、SAP HANA、これ認識をしてバックアップすることもできます。で、認識しないアプリケーションはですね、プレポストコマンドを使って、まあ、静止点をこう担保してバックアップっていうのが、まあ、一般的なやり方になるかと思います。で、クラウドであれば Azure、Google のバックアップができます。今後といった意味であればですね、物理の Linux のバックアップとか、AWS ですね、これのインスタンスのバックアップもできます。で、全体を通して統合管理、これができるようにしていきますと。いったところでございます。で、やっぱり特徴としてはですね、オンプレミスのニュータックス環境、これの保護、これになります。ニュータックス自身ももちろんデータ保護の機能があるんですが、要件によってやっぱり足りないといったのが出てくるので、そこをうまくカバーするのが廃墟の役割です。で、このスライドにはですね、いろんなこう機能が書いているんですけども、まあ、ちょっと今回概要といったところなので、まあ、一つ一つカバーするのではなくてですね、ちょっと特徴的なところだけをご紹介していきたいなというふうに思っております。で、まずですね、どのような方がこう廃墟を必要とするのかといったところでございますが、まあ、よく言われるのがですね、まあ、IT の環境もニュータックスを使って作っていくんだ、作ってるんだっていう方になります。まあ、ニュータックスファイルを使っているであるとか、まあ、ゲストクラスターを組んでいるとかですね。あと、保護ドメイン、複数拠点のデータ保護を、まあ、保護ドメイン使っている。で、そこでニア進行を使っている方とかですね。あと、ハイパーバイザーで ESXi を使っている。このような方かと思います。こういった時に、はい、ここ、ピシャッと当てはまるといったところですね。まあ、あと小規模環境でコストを抑えたいんだとかですね、既存のストレージとかクラウドステージをこ うまく有効活用したいんだっていう方もすごく俳句が当てはまりやすいかと思います。あと VZM の担当者がもうバックアップを担当する。で、まあ、セルフサービスの機能を使って、もう各部署にですね、こう権限を移譲していくんだっていった時も、こうすごく当てはまりやすいというふうに考えております。でまず席の特徴、これ特許取得済みの技術ですが、ハイクはエージェントを使わない。こういった仕組みです。物理の Windows の保護もエージェントはいらないですと。で、データは直接保護対象から持ってきます。で、持ってくるときにはもちろんアプリケーションをちゃんと認識して、で、整合性のある形でこうバックアップができるといった形でございます。これやっぱり運用がすごく楽になる、まあいい点だなというのを思っております。あとですね、ニュータックスファイルズ、まあ、ファイルサーバーの保護ができます。まあ、ニューテックスファイルズを使っている方であればですね、ハイクはそこからバックアップできます。で、特徴としてはですね、ニューテックスが提供している CFT、この変更ファイル情報っていうのをうまく使ってですね、こう一個一個こうファイル情報を舐めることなく、バックアップしなきゃいけないなっていうファイルをこう迅速にこう認識して、それだけをこう取ってくることができると。なので、まあ、日々の構文バックアップをしていく中では、まあ、ファイルサーバーに変な負荷をかけることはありませんし、まあ、迅速な、まあ、高速バックアップというのは実現できます。あと加えてですね、バックアップするときにスナショットを使っているので、まあ、ユーザーさんが、まあ、そうですね、ファイルを開いている、変更しているといった場合であってもですね、ファイルがこう取れませんでしたということなく、もう全部ちゃんとこうバックアップができる。これも良さだと思います。
あとまあ、ファイルサーバーがこう大きくなってくればですね、俳句もこう環境をこう大きくできます。まあ、スケールアウトできるので、まあ、最適なパフォーマンスでバックアップが実現できます。そういったところでですね、まあ、特徴っていうと、ファイルの整合性維持しながら高速な、バックアップができるといったところです。で、パフォーマンスのみならずですね、まあ、費用、まあ、コストも含めてこう検討するときに、やっぱり俳句の方がですね、優れているってところで、ニュータックスファイルをされる方はよく俳句をご検討いただいているのかなというふうに思います。で次にあるのが、バックアップフロムレプリカ。要はその複数拠点でニュータックスクラスターを使っているような方ですね。この時にもよくお話をいただいております。例えばこのスライドだと、リモート拠点一つ、まあ、データセンター一つしてますが、もう本当に拠点いくつあっても結構です。で、リモート拠点のデータをですね、リュータン X の保護ドメインを使ってレプリケーションします。なので、一箇所にリモートスナップショットがこう貯められているような感じですね。で、俳句をこう持ってくると、このリモートスナップショットからのこうバックアップができます。保護対象は、この各拠点のマシン。でも、バックアップはリモートスナップショットだっていう設定ができるので、まあ、ネットワーク経由でこうデータ流すってことなくですね、まあ、ローカルのデータセンター内だけでこうバックアップが完結できます。で、必要であればですね、どこにでも仮想マシン、まあ、中にあるデータを戻すこともできるっていう特徴があります。まあ、一言で言うと、保護ドメインと連携して、リモート拠点の一箇所ができると。で、ちょっと重要なポイントなんですけども、まあ、ニュータニックスのこの保護ドメインですけども、まあ、1時間以上のその、同期、まあ、レプリケーションであれば、ね、Async なんですけども、1時間未満でやろうとすると、ニアシンクという機能を使ってます。で、このニアシンクっていうのはちょっと重要でですね、これに見たいようなバックアップ製品を使うとですね、このニアシンクが設定されている仮想マシン、そもそもバックアップができないです。そもそもできないです。なので、そういったことをされている方が、じゃあバックアップ組み合わせようってなってくると、だいたい他社さんをこう諦めてですね、こう、俳句を検討されるのかなというのを思います。やっぱりニアシンクにちゃんと対応っていうのが、重要だというふうに思います。ポイントです。で、次にあるのが、ホストとして、まあ、ESXi のハイパーバイザー、これ使っているような環境ですね。まあ、VM 屋さんの技術を使っているところですと。で、他社さんを使ってバックアップするとですね、やっぱり VM 屋のこうスナップショットと連携したこうバックアップになります。なので、VM 屋の世界でいう、スタンっていうのがどうしても発生する可能性があります。まあ、スタンって何かというと、仮想マシンが気絶したような、止まったような状況ですね。バックアップするときに、こう、なんか止まっちゃうよっていうような、その症状が起こり得ます。これすごく嫌がるお客さん多いです。で、俳句の場合とですね、これ、スタン発生しないです。なぜかというと、VM のスナップショット使わずにですね、ニュータニックスのリダイレクトオンライトの、優れたスナップショットを活用できるので、ホストが仮に ESXi であっても、俳句がバックアップするときには VM スタンが発生しないといった大きな特徴がございます。なので、このスタンを回避したいんだって言ったお客様は大体他社さんの製品をこう断念して、こう、俳句を選択されているかなと思います。こうやってニュータニックスのこうスナッショットをですね、こう残していくこともできるので、例えば高速復元するんだって言った場合であればですね、俳句であればすごく、早い復元ができます。もしニュータニックスのスナッショットを使えない場合は、よく他社さんで言うとですね、バックアップしたデータをこう直接こうマウントして、まあ、ライブマウントしてとか、インスタントほにゃららしてっていう復元をやるんですが、まあ、それを、まあまあ確かにバックアップからの その復元量早いかもしれないですけども、やっぱスナップショットからの直接復元にもやっぱりまだまだ遅いのかなと思うので、やっぱり効率的な高速復元を考えると、俳句の方が優れているかというのを思います。あと、ボリュームグループを使って仮想マシンもそうですね。まあ、特には、やっぱり、ゲストクラスターを組んでいるような場合です。まあ、ボリュームグループ作って、で、スカジー接続で仮想マシンくっつけてる。であれば、まあ、普通の仮想マシンですけども、そうじゃなくて、ね、ゲスト OS の中からですね、アイスカジーを使って、こう、ボリュームにこう、つないでる。で、ゲストクラスターを作っているような場合であればですね、まあ、大体、普通といいますか、他社さんの場合だと、こう、うまくその、
クラスター構成を認識してバックアップできないんですが、俳句であればですね、それうまく認識できます。こうクラスター構成そのままもうまるっとバックアップできます。で、中で例えば SQL のデータベースが動いているとあればですね、SQL も含めてこうまるっと取れて、必要であれば SQL だけを戻すということもできます。なので、ちょっとこういったゲストクラスターだみたいな複雑な使い方をする方は、大体俳句をこう検討されているのかなというのを思います。あとは、これやっぱり俳句とニューテクストの関係の良さっていうのがあるんですけども、ニューテクスト製品が新しいバージョン出てくればですね、俳句は本当にすぐにこう追随できます。これ、なぜかというとですね、両者、この両ベンダーの開発者って日々スラックのチャンネルでこうやり取りしてるんですね。なので何かあったら聞く、答える、聞く、答えるというやり取りがまずできている。これ、第一だと思います。加えて、ニューテクスの開発環境の中にも俳句も置いてあるので、ニューテクスの方がこう開発してる時にはもう一緒にも俳句もこう検証できているという良さがあります。加えてですね、ニューテクスさん自身が俳句のこう導入事例になっています。ニューテクスは自身3500VM を超えるだけの、マシンがありますし、いろんな拠点にクラスターを置いてるんですけども、そこの保護をですね、俳句でやってるっていうのがあるので、俳句とこうニューテクスのこの両者っていう関係がすごく深いのかなと思います。で、過去実績で言うとですね、ニューテクスさんが新バージョン出せば、だいたい俳句は1週間以内にその対応ができてるといったところです。もちろんアナウンスのタイミングがあるので、アナウンス自身が遅れることはどうしてもあるんですが、技術的な観点で言うと、1週間以内の対応ができているという、こう、実績がございます。で、加えてですね、先日あった、プレスリリースですが、ニュータックスさんのクラスターオン NWS ですね。これがアナウンスがあった同日に、俳句もですね、この環境をサポートするというアナウンスをさせていただきました。こういった連携の良さっていうのが、やっぱりちょっと他社さんとは違った、俳句の良さだというふうに考えております。ちょっと補足になるんですけども、俳句って、こう、イメージをこう、お客さんにこう、展開して、で、使っていただくというものなんですね。なので、だいたい3分ぐらいで構築できるんですけども、なぜ、これができるかっていうのは、もう OS に俳句のソフトを入れて、プリパケしてるかと。で、流れとしてはですね、俳句のホームページから、イメージをダウンロード。で、これをニュータックス、もしくは VMA の仮想環境にこう、アップロードして仮想マシンを作る。で、作った後はですね、IP アドレスを入れるだけですね。入れればすぐに動かせるようになります。で、動き始めたら、Web のブラウザ経由で製品の管理ができるというところでございます。もちろんアップグレードもですね、新しいイメージができたら、それをこうダウンロードして、仮想環境にアップロードしておくだけと。あとは、その俳句のこう画面上からですね、アップグレードっていうボタンを押せば、アップグレードできます。だいたい5分で終わるので、作業依頼っていうのを特にしなくても、IT の方だったら誰でも作業できるかな。もし万が一アップグレードを失敗しても、使ってた、管理サーバーって言いますか、俳句自身はですね、名前を書いて横に置いてるので、すぐそっちを立ち上げるっていうこともやり方としてはできますと。あと、バックアップもですね、基本的にはポリシーベースです。取る頻度とかですね、保持期間っていうルールを決めて、保護対象に割り当てる。こういうやり方をとっています。で、一つの特徴としてはですね、RTO、復元にかかる時間っていうルールも決めれるので、そのルールに沿った運用ができます。例えば、オンプレとか、クラウドがもう、バックアップデータ保存場所だっていうんであればですね、この RTO に、沿った、これ条件を満たす場所に、日々データがバックアップされるような形です。でもちろん条件を満たせなければですね、警告というかアラートが出てですね、RTO を満たせないんで保存場所変えてくださいみたいなことを通知することもできますと。あと、バックアップしたデータもですね、壊れるリスクってやっぱりあると思うので、一箇所に一個置いとくというよりもですね、複数箇所にバックアップデータをコピーすることができます。そうすれば、もし万が一バックアップデータ、どれかが壊れても、全体としてはですね、データをこう保持できるのかなと思います。あと、アーカイブ機能もあるので、ギガ単価の安いストレージですね。長期保存するデータをどんどん貯めていけばよろしいんじゃないかなと思います。もちろん、迅速復元が必要であれば、ニュータイクスのスナッシュとうまく活用して、仮想マシン丸っと戻すとか、中のアイテムだけを抜き取って戻すってことも全然できます。あと、よくあるんですけども、やっぱりちょっと自動化していきたいよねって言った時であればですね、プリズムセントラルのカテゴリーとか、V センターのカスタム属性をうまく連携させればですね、
仮想マシン作ったと同時に保護対象になる。で、属性が消えたら保護対象が外れるっていった、そういった運用も実現できます。あとやっぱり Nutex の API とうまくこう連携できるので、まあ、高速な処理もこれも実現ができております。あとまあちょっと繰り返しの部分があるんですけども、エージェント不要で、まあ、細かな復元っていうのはできます。まあ、あの追加としてはですね、例えば SQL とか Oracle だっていうのを使っていれば、データベースだけの復元もそうですが、ポイントインタイムの復元もできます。まあ、何月何日の何時何分の状態に戻したいっていうのがあればですね、その日時を指定すればその条件に戻すことができますと。あと、物理の Windows をこうバックアップしててもですね、それをそのまま、Nutex の仮想環境にこう復元、移行っていうのも全然できるといったところがございます。あと、オンプレミスのみならずですね、やっぱりクラウドとの連携も優れててですね、オンプレで取ったデータを、まあ、ローカル、もしくはクラウドに保存しているというのであればですね、そのデータをもとにクラウドへ移行することができます。で、クラウド環境ですね、それに特化したバックアップ製品があるので、それを使って保護します。で、それで運用しててもいいんですが、例えば、やっぱオンプレミスの方に戻したいなっていうのであればですね、こう逆にこう戻してくるっていったことも可能になります。まあ、これは実現するのが、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、俳句でいうところのプロテジェという機能になっております。こういったことができます。ですね、ちょっとオンプレミスの話は以上とさせていただいて、ちょっとNutex マインについて触れていきたいと思います。で、やっぱりプライマリーな仕組み自身はですね、まあ、Nutex さんが提供している、まあ、機能によって、まあ、インビジブルなこう環境が出来上がっているかなと思うんですけども、まあ、セカンダリ側、まあ、データ保護環境側だと、やっぱりまだまだ従来型の仕組みが多いのかなと思います。まあ、保護対象に合わせて個別に保護環境を作っていくとかですね。やってるかと思います。でですね、それだとやっぱり運用負荷がすごく高くなってくるので、これを改善するのが Nutex マインなのかなと思います。まあ、言ってしまうと、まあ、インビジブルなバックアップの実現するのがマインウィズハイプだといったところですね。で、特徴としてはやっぱり真の簡素化、これができます。管理は基本的に Nutex の Prism 経由で行うことができると。あと、包括的な保護ですね。Nutex 環境のみならず、そうでない環境も保護できると。あと、Nutex に特化した機能があるので、他社さんではできないことができるというところにございます。あと、やっぱりアプリケーションってすごく重要なので、ここの保護ができます。それがエージェントレスで実現できる。これが特徴です。で、Mine with Hike ですけども、これ基本的には物理のアプライアンスなので、まあ、いくつかモデルがあります。で、今ご提供しているモデル、どれに対してもですね、基本的に俳句は乗ります。X スモールからスモールミディアム。あとノードを足していくっていう構成であっても問題なく動きます。まあ、詳しくはですね、Nutanix さんにお問い合わせいただければと思います。で、まあ、使い方といったところなんですけども、まあ、一番多いのは、プライマリーなクラスターの横にこう、マイン向いていくような感じですね。で、ローカルバックアップを実現。もしくはですね、保護対象がちょっとリモートです。一箇所にマインを置いといて、リモートバックアップやるのかな、これもあるかと思います。で、俳句独自って言ってみると、まあ、複数拠点があって、ニュータニクスの保護ドメインですね、これを使って1箇所にこう、スナップショットをこう集めてるってなればですね、そこからこう、バックアップを取得してくる、これができますと。あとやっぱりクラウド連携とかをうまくやりたいってなればですね、そういった使い方もできます。もしくは、ランサムウェア対策として、こう、イミュータブルなストレージにこうデータを貯めていくんだったらですね、そういったところに貯めることも可能でございますと。で、すごく特徴といいますか、重要なポイントになるんですが、Nutex さんがテストドライブって提供していると思うんですね。いつでもどこでもこう簡単にこうデモできるって、触れるっていった環境なんですけども、Mine with Hike はですね、この環境で使えるようになっています。なかなか他社さんだとできない、提供されないんですけども、俳句はテストドライブで利用できます。ですので、興味あるな、見てみたいなってなればですね、一番早いのはこのテストドライブを触っていたことだと思います。申し込んで数分で案内メールが来るので、中にあるリンクをクリックすれば、いつでもどこでも、マインと俳句の両方が、触れるというふうになっております。
これぜひですね、お時間があれば申請いただければなと思います。はい。では最後にまとめとさせていただきます。もう一つやっぱりよく言われるんですけども、やっぱセキュリティ強化のところですね、ランサムウェア対策、ここについてちょっと補足をするとですね、俳句、すごく優れてます。まずセントースをベースにした仮想アプライアンスですね。脆弱性を極力排除した形で、もうご提供しています。まあ、Windows より Linux の方が、後継対象になりにくいっていうのもあるんですけども、そもそもセキュリティホールがもう極力なくなった形でご提供しているので、まあ、かなり強いですと。加えて、最新のものをこう、ご提供することも、比較的簡単にできると。例えば、今使っているバージョンがあります。でセキュリティホールがありますというときには、ね、次のバージョンでそれをなくしたものをこう配布できる。で、お客様はリスクなくですね、それワンクリックでアップデートできるので、まあ、最新のバージョンにこう簡単に追随しながら、脆弱性を回避できるという差もあります。あとはバックアップしたデータもですね、一箇所に置いといて壊れると何なので、複数箇所にこう保存することも全然できますし、保存場所として、イミュータブなストレージ、これも選ぶことができるので、まあ、一回保存したデータが書き換えられるリスクを低減できると。こういったソフトウェア的にですね、バックアップデータをこう手動でこう削除したりとか、まあ、マルウェアによるデータ変更っていうのをですね、こう防止することもできるので、まあ、イミュータブストレージじゃなくても、まあ、ソフトウェア的に、まあ、データ保護することも可能です。まあ、もしくはですね、この監査を想定してるんですけども、まあ、日々、運用していると、古いデータってやっぱりどんどん、自動的にこう、削除、クリーンアップしていくんですけども、もし監査が入ったときはですね、古いデータのクリーンアップっていうジョブ自身を止めることができます。なので、データを消すなっていう指示があったら、もう、いや、ルールとして消える古いバックアップデータも残すこと、これ全然できます。あと、バックアップしたデータをもとにですね、迅速に仮想、テスト環境を作ることもできますし、バックアップするとき、まあ、データを転送するとき、データを保存するときって暗号化できるので、まあ、誰か第三者を読み取れるリスクっていうのを回避することもできるかというのを持っております。で、まあ、結論としてはですね、やっぱりニュータニクスにはもう俳句なんだなというのを思います。やっぱニュータニクスのいろんな機能を使っているっていった中ではですね、ただ単純に HIV 対応しました。だと、これ保護できないので、俳句であれば、優れた機能を連携することによって、うまく保護ができるといったところでございます。あとですね、やっぱり設計、構築によって全てシンプルにして、やっぱりコストをこう正していくっていうのも、やっぱり俳句の大きな特徴かなというのを思っております。で最後にですね、まあ、今回製品の概要のご紹介になりますので、まあ、細かなところっていうのはどうしても触れることができておりません。ですので、もし他に情報が欲しい、知りたいなってなればですね、このページになるように、まあ、俳句のホームページとか、ニュータニクスさん、もしくはダイボスさんのサイトを見に行っていただけると、まあ、いろんな情報が、ご入手できますと。またはですね、触ってみたい。どんな製品か見てみたいってなればですね、弊社の評価版っていうのをご提供してます。45日間使える評価版ですね。なので、申請サイトからこう申し込んでいただくと、まあ、お客様の環境で、すぐに触ることができます。もしくはちょっとトレーニング受けたいんだってなればですね、オンラインのラーニングセンターっていうのもご提供しているので、それを使ったハンズオンっていうのも、ご提供できます。まあ、そうじゃなくて、やっぱりもっと早く簡単に触りたいんだってなれば、まあ、ニュータニクスのテストドライブになると思うので、これを、まあ、テストドライブのサイトから申し込んでいただければ結構でございます。はい、今回はですね、まあ、概要という形になりますが、製品のご紹介をさせてきました。まあ、次回はですね、また別の形で、異なる情報というのをご提供したいなと思います。本日は、どうもご清聴ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。